こんにちは、刺し子のサナノンです。今回は布巾の刺し始めと刺し終わりについて説明したいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回はサナノンのオリジナル図案のカップケーキを使って説明していきたいと思います。こちらハンカチサイズなんですが、布巾も同じような工程で作ることができますので参考にしてみてください。あくまでも私がいつも刺している方法ですので、正解というわけではありません。それを踏まえて参考にしていただけたらと思います。まず布巾は外枠から刺していきます。布巾はさらしとさらしを2枚重ねにして2枚とも刺していきます。まずは3目前から刺し始めます。で、糸は玉結びをしないでこのように糸端を残しておきます。こんな感じです。そしてここが刺し始めたいところです。その3目前から始めます。で、このように外枠をぐるっと一周するように刺していきます。糸こきはしっかりした方が見栄えが良くなります。で、さっきのところまで戻ってきたら、ここで針目を合わせます。刺し始めたところに最後の針を入れます。そして刺し始めた3目と同じ針目のところに針を入れていきます。はい、ここから同じ針目に通していきます。この方法を重ねと呼んでいます。で、この方法だと段染めの糸の場合、違う糸と重なって見栄えが悪い時があります。このように二重になったところが別の色になってしまいます。はい、同じ色同士だと違和感なくこのまま刺し進められるかと思います。この二重になったところが別の色になってしまうのが嫌な場合は、次の返し縫いという方法を試してみてください。重ねが終わったら糸端をまた 2,3 センチ残してカットします。これで外枠は完成です。裏はこんな感じ。はい、で、先ほどお伝えした返し縫いの方法です。まず刺したい方向と逆の方向にまた 2,3 目入れますね。で、また糸端を 2,3 センチ残しておきます。そして進みたい方向に同じところに針目を入れていきます。はい、こんな感じ。はい、裏はこんな感じ。はい、OK。 で、裏は一
針目のところだけ少し長くなってしまいます。このように刺し始めることができます。刺し終わりは同じように返し縫いをしていきます。返し縫いという言葉が合ってるのかはちょっとわからないんですけど、このように同じ針目に重ねて処理をしています。はい、こちらも少し一針目が長くなってしまいます。そしてまた 2,3 センチ残してカット。はい、では円のような場合は重ねをして処理をしています。こんな感じでまた端を残しながら刺していきます。先ほどの外枠と同じように重ねをしていきます。そしてまた糸端を残してカットをします。次に真ん中の線を刺していくんですけど、この時は同じ色のところから重ねで始めています。先ほどカップケーキの紫のところと同じように返し縫いのように刺してもいいんですが、返し縫いがあまり私は得意ではないので、このようにそばにある同じ色から重ねで刺し始めることが多いです。で、ここはさらしとさらしの間に糸を通して刺し始めています。これだと間に通した糸が透けるので、それが嫌な場合は返し縫いのように刺していくと間に透けることはないと思います。はい、このように刺し終わり刺し、返し縫いのように刺しても OK。このように刺し始め刺し終わりしてもすることも多いですが、このように間を通してそばにある同じ糸に重ねをすることが多いです。で、さっき重ねたところはもう二重になっているので、二重になってない方を重ねで留めています。で、またカットします。で、最後のカップケーキの土台のところを刺していきます。ここはもう黄色で刺すので、重ねるところがないので返し縫いのように、はい、刺し始めました。
感じでどん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 刺し進めて、見えなくなっちゃった、はい、なので重ねと返し縫いのするポイントはやっぱり色ですかね。色が全然違うとやっぱり返し縫いをしてしまいますね。はい、ここはちょっとさらしとさらしにの間に糸を通します。裏も綺麗にしたいですからね。はい、裏は通ってません。この時はちょっと針を上下に動かしながら間を通していくと裏まで刺さないで済むことが多いです。はい、ここも間に糸を通します。間に糸を通す時は一目前から戻って一目前で糸針を止めて、はい、これ針を止めて一針刺しながら間を通しています。はい、ここで止めて、あ、ここは刺し終わりですね。刺し終わりはここも返し縫いのように刺してもいいんですが、ここは近くに同じ色があるのでこのように重ねで留めています。はい、近くに同じ色がある場合は私は重ねを使っています。ない場合は返し縫いのように刺しています。はい、参考になったでしょうか。このあと糸端は水通しをしてアイロンをしてから切ります。引っ張るようにして切ると中に入り込んで目立たなくなりますよ。参考になりましたでしょうか。ぜひ刺してみてくださいね。ありがとうございます。